すすけた家。不動産屋で働く N さんがある中古物件を担当した時の話。その物件が建っている場所は閑静な住宅街の中だ。駅から徒歩でも数分、非常に便利な立地だ。住宅街を歩き、その中古物件を確認しに行く。目的地に着くと、目に入ったのは門構えが立派な平屋だ。先に聞いてはいたが、思っていたより庭も広い。まるで人気アニメのサザエさんが住むような日本家屋を思い浮かべさせる。外見も趣あり、築は数十年ほどだが、中に入ってみると多少経年ではあるが、比較的綺麗だ。部屋を一つ一つ確認していく。和室も洋室もある。どれも綺麗で申し分ない。これならすぐ買い手がつくと、頭の中でそろばんを弾く。最後に水回りをチェックだ。古い物件だ。多少水回りが汚く古くても問題ない。こちらで手直しをすればいいからだ。そう思いながら廊下を進み、奥の浴室へ向かう。目の前には脱衣所がある。すりガラスだが、中は真っ暗で見えない。日中なのに変だなと思い、脱衣所のドアを開く。開けた瞬間、おえつが出るほどに心に動揺が広がる。視界が暗闇に包まれている。いや、暗闇ではない。何かが焼けた後のように、脱衣所全体が黒くすすけている。それも天井までだ。今にも外に出たいが、最後まで確認しなければならない。先に進み恐怖をこらえつつ、風呂場のドアを開く。すると浴槽も、洗い場も、先ほど以上に真っ黒にすすけている。見た目もひどいが、カビ臭さが充満し、吐き気を催すほどだ。なぜこんなにすすけているのか。事前の話で火事などの被害がないのは知っている。目の前の黒くすすけた浴槽を覗く。大きな浴槽だ。排水口に誰のかわからぬ体毛が大量にこびりついている。吐き気を催し、きびすを返した。後ろを振り向き脱衣所へ向かおうとすると、横の水垢で黒く汚れた鏡に浴槽がうっすら映っていた。N さんは目を疑う。鏡越しでこちらを覗いている何かが見えるからだ。思わず後ろを振り向き浴槽を見る。すると水が張っていない浴槽の中に人が体育座りをしている。一人ではない。四人だ。老人と若い夫婦と小さな子供が体育座りをし、浴槽の中にみっちりと詰まっている。顔も体もすすけ、N さんの方をうつろな目をしながら眺めている。何かを訴えようとしているわけでもない。ただただ、意志がないように眺めている。N さんは叫び声を上げながら風呂場から出た。鍵もかけず、家から飛び出した。家の外で腰を抜かし、同僚にすぐ連絡を取り迎えに来てもらった。一部始終を話したが、同僚は信じない。引き止めたが、同僚が家に入っていく。すぐに同僚から、携帯に画像が送られてきた。風呂場と脱衣所だ。全くすすけていない。N さんの頭の中は白くなる。あのすすけた記憶は何だったのか。何かに化かされたような気持ちになる。すると同僚から電話が来た。ずずず。何も問題な。ずずずず。ぞ。同僚の声に混じり、男女数人と子供らしき声が聞こえる。
この家はダメだと N さんは確信した。会社に戻り上司に無理を言い、その物件には手を引いてもらったそうだ。同僚は不思議な顔をしていた。しばらくすると一緒に家に入った同僚が失踪した。同僚が住む社宅アパートの風呂場はなぜか黒くすすけていた。そしてあの物件は今でもあると N さんは話した。この道通るよ。愛知県の都市部に住む山下さん、就職を機にマンションで一人暮らしを始めた。部屋は6階、フロアの真ん中に位置しており、変な噂もない。隣人もいい方ばかりだ。ただ道路の向かい側で病院の改修工事をしていた。住み始めてから1年ほどが経ち、改修工事は終了した。それと同時に、山下さんの部屋で怪奇現象が起こり始めた。夜中何者かの気配を感じ、目が覚めた。すると部屋の隅に寝巻き姿の老人が立っていた。山下さんが思わず声を上げると、老人は煙のように消えた。最初は寝ぼけていたと思った。しかし怪奇現象は続いた。寝ている山下さんを知らない女が揺すり起こしたり、真昼に子供のすすり泣く声が風呂場から聞こえたりもした。この部屋で何かあったに違いない。そう感じた山下さんは不動産屋に相談した。しかし不動産屋は、この部屋どころかマンション自体に問題があったことは一度もないと彼に話した。確かに住み始めて1年間は何もなかった。理由がわからず彼は悩み、同じフロアに住む隣人に相談をすることにした。隣人の部屋は特に変化もなく、山下さんの部屋、霊道なんじゃない?と真顔で話された。確かに毎回違う存在が彼の前に現れた。そんな悩みが続く。ある日の夜中、また何者かに叩き起こされた。またか、そう思い飛び起きると、目の前に見知った男が立っていた。それは親友の吉村だった。一瞬、俺、吉村を部屋に呼んだか、と考えたが、そんなことはない。吉村は申し訳なさそうな顔で、何か言葉を発し、目の前から消えた。するとすぐ、吉村の父親から電話が来た。話の内容は、吉村が事故で亡くなったということだった。山下さんは驚き、詳細を聞いた。吉村の父親は、息子の遺体はマンション前の病院、そこの霊安室に安置されている。と答えた。山下さんはすぐに病院へ向かった。院内へ入り、案内表示を確認した。エレベーターで霊安室のあるフロアへ上がり、廊下に出た。霊安室の前で吉村の家族と話し、ふと後ろの窓を見た。窓から自分の部屋のベランダが見え、ちょうど霊安室と面している。その瞬間、今までの怪異に納得した。改修工事後、霊安室は地下から6階へ移動していたそうだ。この道、通るよ。そう答えた。吉村の申し訳なさそうな顔が頭に浮かんだ。山下さんはその後、マンションを引っ越した。今あの部屋は、住人の入れ替わりが激しく、不動産屋も頭を悩ませている。山下さんだけが理由を知っている。ひび割れる窓。
お笑い芸人を目指していた S。 今でこそ芸能界では事故物件に住むことがネタになっている。しかし当時はそんなことが話題になるとは予想もしなかった。 S は大学卒業後就職をせずお笑い養成所に通っていた。親の反対を押し切り芸人を目指す。当然援助などもない。親不孝者だと父親に罵られ、半ば強制的に実家を追い出された。仕方なく再出発の場所を決めることにした。幸運にも、ふらっと入った不動産屋が格安の物件を紹介してくれた。そこはボロアパートでも何でもない、普通のワンルームの部屋だった。風呂もトイレもついている。芸人志望の貧乏人が住むにはもったいない。安さの理由を聞くと不動産屋は、芸人志望なら話のネタになるかと思います。とにやけながら話した。S はその言葉を聞き、詳しい話も聞かずに入居を決めた。それが不運の始まりだった。それは引っ越し初日から始まった。疲れのためか、荷物の荷分けもほどほどにし、布団を敷いた。そして電気を消し、眠りにつこうとした。眠っている後ろには窓がある。窓からは車が走る音だけが響いている。だんだんと意識が途切れていくと、急に何者かが窓ガラスを、バンと叩く音が聞こえた。S は驚き、飛び起きた。音がした窓を見ると誰もいない。窓には小さなひびが入っていた。不動産屋に張り替えてもらったばかりだった。S は誰かの嫌がらせかと感じたが、すぐに不動産屋が言っていたことはこれだったのかと理解した。住んでいる部屋は2階だ。窓の外は建物もない。外から窓を叩くのは不可能だ。S は怖さよりもこのような不思議な体験をして話のネタになることに興奮した。翌日友人を招きその話をした。友人は、なんだ面白そうだな。今日はこのまま泊まらせてくれよ、と答えた。二人で酒を飲みながら盛り上がる。いつ頃だろうか。酔いも進み、二人して雑魚寝しながらうとうとしていた。すると昨日と同じ、バンと窓を叩く音がした。二人は飛び起き、窓を見た。やはり、誰もいない。電気をつけ窓を確認すると、昨日より窓ガラスのひびが広がっていた。友人は、本当に起きたな、と話し、先ほどまでの勢いがなくなっていた。そして続けて、ここ、やばいんじゃないか、とも話した。S はそれでもネタになるから大丈夫だと強がりを言った。翌日から一人の生活が本格的に始まった。バイトから帰り、布団の中に潜る。深夜、やはり窓を叩く音が聞こえる。窓ガラスは少しずつひびが広がっている。どんどん不安になり、ガラスにテープを貼り、ひびが広がらないようにした。しかし、毎晩窓は叩かれる。そしてひびは大きくなる一方だ。もう少しで窓は割れ、砕け散るかもしれない。怖さよりも好奇心、いや話のネタになるかもしれない期待が上回る。窓を叩く誰かを見てやろう。犯人を突き止めてやる。S は心に決めた。夜中、暗い部屋で布団にくるまり、じっと窓を眺める。カーテンを開け、街灯の光がうっすら入る窓を見つめ続けていると、視界に何かが入り、バンと音が大きく鳴り響いた。
それは一般の大人の数倍以上ある手のひらだった。手のひらは窓ガラスを覆い、部屋が一瞬真っ暗になった。そしてガラスは一部割れ、床に飛び散った。翌日、S は部屋を出た。私はなぜ出て行ったのか、彼に尋ねた。彼は、好奇心より恐怖が勝りました。あの手のひらの大きさは人ではありません。ガラスが一部割れ、大きな男の顔が隙間から覗いていた。すべて割れたら、きっと入り込んできましたよ。と震えた声で答えた。ガラスを張り直しても、きっとまた現れる。その大きな男の顔は、まるで自分たちが虫かごに顔を覗かせている時のような、好奇心あふれた表情をしていたそうだ。入り込まれたら何をされるかわからない。きっと虫けらのように扱われる。S はそう思い、部屋を出ることにした。彼は話のネタを得たが、お笑いの才能がないことに気づき、今では飲食店で働いている。客に時折この話をすると、多少怖がってくれる。怖がってくれるなら、体験した甲斐があったと、彼は笑って話した。黒いサンタさん。サキさんは、夫と幼い娘のアパート三人住まいだった。娘が成長し、一軒家への移転を考え、夫もそれに賛成していた。だが予算上、中古物件が限界だ。ある日、広告に手頃な中古物件が載っており、すぐに不動産屋に連絡した。物件は築10年ほどで値段も安い。サキさんは夫に購入を勧めた。他の人に取られる。そんな焦りがあった。だが夫はあまり良い顔をしない。何か嫌な感じがする。夫は昔から勘が鋭い人間だった。不動産屋は入れ替わりの多い物件ではあります。と包み隠さず話し、家自体には事故や事件は起きていないと答えた。サキさんは偶然が重なったのよ、と夫を説得し、購入を決めた。彼は最後まで不安げな顔をした。それからすぐに転居した。明るい新居生活だった。だが入居してしばらく、娘が原因不明の病を患った。それだけではない。やなりもひどく、物が動いたり、あざ笑うかのようにたくさんの声が家中に響いた。夫の予感は的中した。だがサキさんを責めることはなかった。貯蓄もなく、今更売っても借金が残るだけで、引っ越すことも難しかった。だがそれ以上に状況は悪くなった。夫が事故で亡くなったのだ。今思えば偶然だ。サキさんはそう話したが、当時はそう思うことができなかった。娘の病に続き、夫の死。責任を感じた。生活のため働くが、変わらず家の中は不穏な者たちがざわめき、心と体に、限界が来た。だがそれが一変した出来事があった。それはクリスマスイブの夜。娘と寝ていると部屋の中で気配を感じた。娘はパパだと叫び飛び起きた。そんなことがあるわけがない。サキさんは泥棒かと思い娘を抱き寄せた。真っ黒で顔は見えないが、男が立っていた。なぜか肩に大きな袋を担いでいる。男は何も話さず、サキさんたちに背を向けた。大きな袋に目が行く。すると袋の中から
老若男女の叫び声と罵声が聞こえ、ここから出せと言わんばかりに激しくうごめいていた。男はそんなこと気にも留めず、目の前から消えた。娘はしきりに、絶対パパだったよね、とサキさんに話した。その時は信じられなかったが、翌日、家の中は見違えるほど明るくなり、やなりや騒ぎ声も消え、娘の体調も日ごとに回復していった。サキさんも現れた男が夫だと信じている。きっとサンタになって、よからぬ者たちを追い払ってくれたんです。家族思いでしたから、あの人。今は娘と二人で幸せに暮らしている。クリスマスイブが来るたび、黒いサンタの夫が来てくれることを期待してしまうそうだ。